皆さんこんにちは。文化放送アナウンサー坂口亜美です。文化放送アナウンサー松井さゆりです。今日ははい二千二十二年五月二十日、ね、はいですね。<laughs> 私の今確認しました。まあ新年度が始まってもうすぐ二ヶ月というタイミングなんですが、さゆり久しぶり久しぶりですね。ね本当に会わなくて、<う>朝の人ですよね。夜の人ですよね。そうなんですよ。 なのでアミさんが退勤された後にあみさんが退勤されたあの私、最近あみさんっていうのにハマっていてはまらないで今までずっとオムフェ去年とかね一緒にやってきたじゃないですか曲作ってりました祭りで皆さんの前で配信で披露してね大変なことも一緒に乗り越えてきたり時は アミちゃんってずっと言ってくれてたよねなんなのアミさんっていやなんかアミさんって言われている放送を耳にしてアミさんっていいなって思ったんですよあちょっと声がガラガラになってさっき起きたの夜の人だから夜の人なんで今ちょっと午前中というかまあお昼ぐらいに撮ってるのでごめんね声がカズカズになっちゃったんだけどそうアミさんっていうのなんか語呂よくないアミちゃんもいいけどアミさんってなんかこう すーって,してる感じすーっと亜美ちゃんだったのにさ <laughs> でも亜美さんよくないですかいやあのー、人によるよ <laughs> <laughs> ダメさゆりには同期だからこそ「亜美、うん、ちゃん」と呼んでほしい「亜美ちゃん」もうめちゃくちゃなんか無理やり言ってる感じが。でしょうね。 長らく会ってなかった弊害っていうことですかね,そうですねちょっとオムフェの今後についても不安になるところではあるんですけれども、うん、<laughs> まず、はい、じゃあアミさんの勤務状況をちょっと教えて<でた> <laughs> 勤務状況っていうか近況、うん、教えてくださいアゃのねはいアミさんの私はまあさっきさゆりんからもあったようにこの春から朝の人になりました 文化放送で朝8時から11時まで放送中の「お隣さん」という朝の番組の担当になりましてだから今毎朝4時半に起きて朝6時に会社に来るという生活をしてます。でまあ1週間月曜日から金曜日まで働いてまあ基本的に土日はお休みっていうまあある意味規則正しい生活になったんですけどそう3月までは深夜の番組とかやってたので。 まあそれに比べるとものすごく健康的な早寝早寝起きの生活をしてます、まあ、ただ月曜日から金曜日までご一緒するパーソナリティの方が毎日違うのでなんかまだまだ新鮮な気持ちというかまあつかみきれないところもありつつ皆さん癖が強いのでまあそういう刺激的な毎日を送っています。 いやいや朝早くにね、起きて、癖の強い皆さん、にご対応して。いや、本当に素晴らしいことだなと、やっぱりあみさん、さすがです。もうちょっとやめて、なんかすごく距離を感じるわ<石>。さすが。いや、でも、朝早く起きるって、気持ちいいなっていうことに気づきました。<laughs> いいした何時起きでしたっけ、今言ったんだけどね。ごめんなさいね。<laughs> ごめんなさいね。え、四時です、ね。四時半。あ、四時半、ね。四時半、ね。 <laughs> まあざっくり4時ねそう4時なん <laughs> 朝ですかでも暗いのああちょっと明るくなってきたかなっていう時間帯で朝ごはんをすっごくしっかり食べるようになった、うん、お腹空いちゃうからねそうお腹空いちゃって、うん、番組始まる前に、うん、あのおにぎりはだいたい2個食べるんですよで番組が終わった後、うん、お腹空くから、まあ、しっかりお昼ご飯を食べます、うん でおやつもしっかり食べます、うん、で晩ご飯もいっぱい食べるから、うん、すごく食べててあ時間が長いからね稼働する時間が。っていうことなのかなうん、うん、で体重計が今壊れてて家の体重計うん、うん、最近乗ってなかったんだけど、うん、この前サウナ入りに行って、うん、その時に久しぶりに乗ってみたら4キロ増えてたの、うん、あらでもいいよ<え> <laughs> なんかちょうどいいんじゃない <laughs> なんかなんかフォローした方がいいかなと思って <laughs>。 雑になっちゃっでも素敵だよ亜美ちゃん変わらない2日前に分かったの,<あ>その久しぶりにかだから番組始まってから初めて体重計に乗ってこんなに増えてるって思ってでもスタッフの皆さんもこの番組始まってからめちゃくちゃ体重増えたっておっしゃっててあだからそっか朝の番組って太るのかも1時間あ1時間じゃないや1か月半で4キロってことうそ,うあそれは そうですか,ですかっていう悩みもあるんですけど,どじゃあ続いて、ね <laughs> まあ、夜の人になったさゆりんはどうなんでしょうか私松井は夜の人になったんですけれども夜の番組が多くなりましてというのも木曜日と金曜日ライオンズナイターのスタジオを担当することになって野球本当にわからなくて何人でやるのかも何回まであるのかもちょっと わからない状況だったんですけれども,もう今では1ヶ月半経った今ではすっかりライオンズのことも好きになりプロ野球も好きになりススポーーツニュースを見る日々となっておりますあとは土日にお昼の番組が入ったことによってすごく生放送でゆるく楽しく話すことができているんですけれど金曜日の夜ライオンズナイターをやってその日の 朝その次の日の朝お菓子場をやるっていうそのシフトにまだ1ヶ月半経ったんですけれどまだ慣れてない10時は何時からだっけ番組11時かお菓子時<の>時だねの放送やっぱりね早いんですよ私にとっては亜美 <laughs> さんの前では言えないんですけれど <laughs> あの早い土曜日の朝本当に起きれないというその状況が続いておりますけれどもなんとか 体にこうビシバシちを打ちながら頑張って早起きしておりますあと月曜日はニュースをやったりとかあと斉藤和美アナウンサーともまた共演したりとか、まあ、そういうふうにまあ緩く楽しく過ごしております。いや11時はほぼお昼だよよ、うん、<laughs> 違うよ <laughs> 十一 <laughs> 時、お昼?。お昼だよ。私にとって朝六時ぐらいの感覚ですね。えー、まあ、でも、そうか、うん、その前の日がライオンズナイトで遅くなっちゃうから。ね、まあ、そこでね、そうなんです。うん、まあ、リズムというか、あるんだろうね。はい、まあ、それぞれ勤務によって、違いますよね。うん、特に、あれじゃない、はい、金曜日。うん、そのレオホー言って、盛り上がった時は、なかなか寝付けないとかあるんじゃない?うんうん。そうですね。本当に眠れなくて、勝った日は特に、ワクワクして、うん。うんうん 12時1時ぐらいまで起きちゃうことはよくありますねじゃあ仕方ないありがとうございますさっきの言いい分もわかるありがとうござますでも私朝の番組になって夕方ぐらいに家に帰ってちょうどお風呂に入る時間帯が「ライオンズナイター」なので家帰って特にお風呂入ってる時間帯とかラジオ聞いてることが多くてよく聞くのよあらさゆりんの「ライオンズナイター」。 ええ、もう私、本当に感動して、うん、えだって皆さん、うん、その3月末、ライオンズナイターやりますってなったときにうん、うん、私に、さゆり、何て言ってきたと思いますねえ、みちゃん、知ってた野球って9人でやるんだって知ってた知ってたよ高校野球好きですから。 うん、ごめん、知ってたえー、そうなのっていう会話のやり取りがあって、うん、そこからもうたった1か月半ちょっとでねなんかすごいちゃんとやってるよね、そう,そうなのう、ね、推しの選手もできてえ誰誰ブライアン・オグレディ選手っていう、うん、新外国人なんですけれども、うんうん、家族思いで、奥さん思い、うん、妻を思う気持ちが素晴らしいんですよ、うんえー、ぜひ注目していただきたいですね。すごい 人って変われるんですね。感動そうですね。はい。まあそんな感じの二人なんですけれどもねお互い充実した日々をねこの世に送ってるわけなんですがまあそんな中でオムフェのことを覚えてましたかさゆり覚えてましたよ。オムフェオムフェオムフェここでもねまだね整合性取れてないんですよ。そうなんですよ。 覚えてますよ。あのいつも気にかけて、うん、オムフェどうかなとか曲聴こうかなみたいな。<laughs> 絶対聴いてないでしょ <laughs> 今の言今今ずっと心の中にいます。<laughs> じゃあ覚えてるかなその去年の浜祭りの時に、うん、あの初めての私たちの楽曲何を作りましたか何を作って演奏しましたかタイトル

わかりますよ前へそう前へを作ったんですよねそうですよねでそこで無事なんとか成功を収めましてその時にまたじゃあ第2弾セカンドシングルね出したいよねみたいなファーストシングルもまだねリリースはしてないんですけど私たちの心の中ではねそうけど2曲目作りたいよねっていう話をしててでまあ春 ぐらいに1回ね。うん、そのレコーディングとかなんかこう？配信イベントとかできればいいよね。みたいな話をしてたのを覚えてましたか,か？覚えてます。もうずっと心の中にありました。<laughs> いつかな？まだかなって <laughs> 何の笑いですか？<laughs> 怖いの？<laughs> アミさん、本当にどうしたのアミさん、疲れてる？いやいやでそのオムフェじゃどうしましょうっていう話が最近出てきた時に、私はこうサイリンとなかなか会えないんですけど、たまに社内で会えた時に、あオムフェのことなんだけどさって話しかけようかなって何回かしたんですけど、避けてたよね？避けてないですよ。え？避けてないですよ。えなんで？ 普通に喋っててオムフェって言われたんです。そんなことある？ないよ。私がそうちょっと気にしすぎて言った結構。そんなことないですよ本当。うんうんうんじゃあアミさんとやってくれる気はある？やアミさんこそやってくださいますか。いやいや私はもうねやりたくて仕方がないのよ。あ本当ですか？でも時間が合わなかったのがすごく。 大丈夫かなっていう不安があります。あ<ー>、うん、あ、までもまあ11月にね浜祭り終わった後、うん、まあ担当番組とかも変わって、うん、まさゆりん野球のね魅力に気づいたとか、うん、こういろんなね。 新しいことに挑戦させてもらったり勉強する機会も多かったじゃないですかだから私たちの感性もまた変わってると思うんですよなんで笑って今感性感性ね変わってるかもしれないアミさんもね朝早く起きて何か見るものとか香りとか感じたものは違ってるかもしれませんね毎朝駅まで走ってるからそういうの感じる余裕ないんだけど そそれこそアーティストの皆さん、うん、高橋優さんとかとご一緒させてもらう機会も増えたので、うん、やっぱり音楽への興味っていうのは<お>より増えたんですよなるほどだから、はい、私は表現したい音声で<笑>,笑うのおかしくない,い,やいや思ってる思ってる。 なんか絶対オムフェじゃないもので表現したいと思ってますね前は裏テーマがあったじゃないですか、うん、覚えてる覚えてますよなんでしょう裏テーマですか、うん、覚えてないんでしょう覚えてるよそう。何だからその時私たちが共通して担当してた番組 <laughs> 先取りそうだったでね学んだことをじゃあ曲で表現しようかって,言ってできたのが前絵だったんですよはい あと、まあ、その文化放送に入社して、うん、1>, まあ1年半たってっていうタイミングで印象に残ったこととか、うん、まあこれからの意気込みみたいなことも入れて作ったじゃないはいはい。だから今度はそのちょっとそこから成長できたんじゃないかなっていう私たちで、うん、なんかまた違う曲を作っていきたいなと思うんですけどどうでしょうかいいいでですすね、うん、乗りりまま軽なそれ頑張しょうか そうだからまだ全く何もできてない、うん、な状態なんですよね。はい、いつぐらいの完成を目指しますかまず。そうですね、うん、まあ1年ぐらいかけてじっくりやる。いや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  <laughs> いや少なくとも浜祭りには間に合わないといけないし、うん、11月できれば、はい、その時には私の中では3曲目ぐらいを作ってたい、うん 3曲目、うん、だからそこから逆算すると、はい、まあ夏ぐらいに2曲目完成してレコーディングしたり、うん、できれば配信イベントとかもやりたいなって思うんですよ。うんうん、なるほど夏だったらもうあと2か月ぐらいですよ。 だから、はい、急ピッチで,いいで、急ピッチでやりますか、うーん、なるほど、そう、だからせっかくなんで今日この場をちょっとお借りして、はい、なんとなくの方向性とか、そうですね、ちょっとテーマ案とかだけ出していきたいなと思うんだけど、まあさっき言ったまあその、うん、ね前から変化した私たちっていうテーマで作るとすればどういう曲にしたいとかありますか、うん、ええー、どうでしょうね、明るい感じってどうですか、前がね結構切ない感じというか、うん、キロン、 いやいや言っていいよよキロさんのうな未来へみたいなへみたいな感じんかぶりすぎて大丈夫かしら作ったからじゃあ次はもっとポップな感じポップな感じにしましょうか。でなんか入れたい単語とかえな何でしょうねなんだっけ推しの選手ブライアン・オグレリー選手入れる 世界観すごいですね。<laughs> <laughs> ブライアン選手を彷彿とさせるような何かを入れるとか、うん、あみさんはじゃあその何でしょうね個性豊かな癖のある感じですね癖のある皆さんを入れたりとか、うん、あとその毎朝おにぎり食べてるんでうん、うん、おにぎりへの愛情あと、まあ、その中でも体重が増えつつあるこの葛藤みたいな。 ああ、いいですね。本当に、本当に、あ、いい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 。いいですよ。大丈夫。おにぎり食べて。うん、葛藤。いいですね。じゃ、あおにぎりを食べる葛藤と、ブライアン選手の思いみたいな。あ、そうね。共に内定させる感じで、いいですか。いけますかね。なんかもう、困り顔の。 <laughs> 方もいらっしゃいますけれど、まあ一回作ってみましょうか。で明るいポップな感じ。うん、ポップな感じで、でまた一緒に作るという感じで、前の時はマ、うんまあ、サユリンが作詞、私が作曲だったんですけど、そのあたりどうしますか。そうですね。あどうしましょうね。で私作曲できないですね。じゃ作る曲は。<laughs> あでも。あそうね。 どうや絶対音感あるんで出た出たまだ生きてたその話あそうなんですねわかりましたじゃあちょっと相談しながらね作詞うまあ基本サイリンお願いしつつで曲もまあ私が基本的に作るけどサイリンのいろんななんかもうちょっとこうしたいとかっていう意見も取り入れつつはいじゃ一緒に本当に二人で作るみたいな作りましょう感じで大丈夫かなはい なかなか会えないけど、そうですね。大丈夫かな？大丈夫ですかね。なかなかアミさん退勤した後私出社しますけど、大丈夫かな？時間合わせて、そうね。オムライスとパフェ食べつつ、うんうんやりましょう。やってくれるかな？いいとも？嘘でしょ？嘘でしょ？そうなんか自信持ってます。まあ頑張りましょう。そしてじゃあオムフェ。うん。 まあね、あの活動休止してたわけじゃないけど改めて再始動ということで <laughs>、はい、アミちゃんんんと呼んでくれるかなアミさん頑張りましょうし <laughs> <laughs> 足並み揃わない私たちですが <laughs>、はい、夏に向けて頑張っていきたいと思いますので皆さん応援よろしくお願いします。